はい、これから、天地ファイルを用いた全文検索について自然言語処理研究室福島雅也が発表いたします。今回参考文献にしたのは以下の文献になっております。で、今回は、天地ファイル法ということで、天地インデックス法とも呼ばれるんですけども、これは天地ファイルを作成というものを作成して、検索時に天地ファイルにアクセスすることで、文書にアクセスすることなく検索を行う手法ということになります。でこれで天地ファイルというのはある作品語に対してそれが出現する文書情報を表構造にまとめた作品ということで、まあ、例としては、ある作品語があるとする W というのがあるとすると、その W が出てくる、文書について文書1、文書2、3、文書 I っていうような、まあ、こういう感じにまとめたものとなります。で、この天地ファイルには他の形式も存在していて、文書番号並びをビット列形式で表現する、まあ、文書番号ベクトルというんですか、これを用いて、作品語が文書に入っているかどうかを表現するということで、まあ、例として先ほどのように、ある作品語が W というものがあるとすると、W に対してビット列で、文書に存在するかどうかを0か1で表現するとなります。1になった場合は、その作品語がその文書に存在するということを示しています。で、もう一つの、形式としては作品語の出現する文書に加えて出現位置も一緒に格納するという手法で、まあ、この例としては、ある作品語に対して、文書と、その文書の出現位置、文書と文書の出現位置というふうに、まあ、まとめて表記されたものとなります。今後使うのはこの2つについて、例を用いて紹介いたします。で、まず、英語など、単語間に明確な区切りが存在する言語についての手法を紹介します。この手法は大きく2つに分けて、まず、ある文書集合から文書を取り出してきて、その文書を先頭から見ていって、単語を取り出して、それが作品語なら文書と位置情報を天地ファイル内に追加して次の単語に対して同じように、そう単語を取り出して作品語なら天地ファイル内に追加っていう操作を繰り返して、行ってそれでそれを1と2を繰り返していって、その文書集合から空集合となるまで、やってその後作品語が、照準に並ぶようになるべく行うというような手法になっております。でまず例として文書番号ベクトルを用いる方法であると、例としてあの左の5つの、文書が存在したとして、そうすると例えば、文書1のフルであれば、フルは他に文書2、文書3、文書4、文書5にも存在しないので、まあ、フルは文書1にしか存在しないということで、文書番号ベクトルも、左から1ビット目が、1っていうことになってます。他にも、例えばアルゴリズムであれば、文書3、文書4、文書5に存在しているために、左から3、4、5番目のが1になるような文書ベクトルが、アルゴリズムに保存されていて、なおかつ、アルゴリズムファイルインデックスといったように、ABCDEFG といったような、まあ、アルファベット順にソートされているような、まあ、天地ファイルが作成されます。次に、文書および、出現位置を格納する方法ということで、同じような文書を使った例を紹介すると、今度は、文書1のフルで一応先頭のフルであれば、文書1の 先頭を0としてカウントを行うので、文書1の0番目に出現するといったような表記になっておりまして、同じようにアルゴリズムを、考えると
文書3、文書4、文書5に存在して、なおかつ文書3には、シークエンシャルサーと空白、サーチ空白と、文の追、0から、その空白と、2つの単語の文字列分を足した値の、ところに、アルゴリズムが来るので、18に存在っていうので、これを D 文書4文書5にも同じようにやっていくと、文書4では13番目、文書5では22番目 にアルゴリズムが登場しますよということがこの点字ファイルから分かります。で今度は、日本語などの単語間に明確な区切りが存在しない言語については、区切りがないため、新たな処理が必要となります。そしてこの 大きく分けてその2つの手法が存在していて、まずは1つとしては、携帯素解析を行って、単語間の区切りを特定してから作品語について点字ファイルを作成、2つ目としてはその文章から直接、点字ファイルを作成という方法が存在します。1の方法については、単語間の区切りを分かきちんと分けるので、先ほどのような英語で使えたような手法が同じように使えます。なので、同じように点字ファイルを作成することができます。しかし2については、また新たな手法で作品を作成するようになります。これから次のその手法について紹介します。この手法は、N グラム作品といって、あらかじめ、文字数 N を、指定して、その文字数単位で作品を作成して、作品を作成する形成するというような方法になります。例として庭には鶏がいるというような、文章に対して、N イコール1として、ユニグラム作品を作成するような、例を紹介します。すると、まず、2について調べると、全部1文字ずつで区切っているので、2まず、0番目、そして、日本語は1文字につき2バイトなので、次、和で次3番目に来るので、つまり 4バイト目に出現するって言って繰り返していくと、次に6番目なので、5番目なので、8、7番目なので12といったように、2には、0、4、8、12といったような、出現位置となります。で、他にも同じようにやっていって、今度は、作品語を相当する順番として IO 順で、やると、このような作品ができます。で、次に、作品をこの電池ファイルの作を用いた検索法について紹介いたします。基本的には、検索単語をもとに電池ファイルから作品単語が出現する文書や位置情報などを習得するというものになっております。例としてアルゴリズムを検索単語としたときは、右の表よりアルゴリズムを参照すると、文書3、文書4、文書5に存在することが分かるので、文書3、文書4、文書5が、検索結果として、表示されます。この検索単語が複数のときは電池ファイルの形式によって方法が変化いたします。でまず、文書番号ベクトルを用いた方法の場合については、文書番号ベクトルに対して、ビットごとに AND 検索なら論理積、 OR 検索なら論理和、 NOT 検索なら論理否定を求めるような感じになっております。まず例として Search and アルゴリズムを、クエリとした時に、どうなるかを例として示したいと思います。で、この場合、Search とアルゴリズムがどちらも存在するということで、Search という、8番目の、Search ということを、アルゴリズムというの、文書ベクトルに対して、論理積を取ると、3番目と4番目に1が残ってあとは全部0になるので、左のようになって、結果的に、文書3、文書4が、検索結果として表示されます。
で次に、作品後の出現する文書と出現位置を格納する方法の場合については、検索単語が文書に存在するかどうかに加えて出現する順序も指定可能で、これによって複合語についても検索可能となります。例えば、クエリを、Search and Algorithm した時には、先ほどの例を使うと、サーチとアルゴリズムを作品語からそれぞれ引っ張ってきて、これを見比べると、文書3と文書4が、まあ、該当することが分かります。そしてさらにその出現位置を見ると、サーチの出現位置からサーチの文字数分 6文字と空白1文字の7バイト後に、アルゴリズムが存在するということで、6+7で13、11+7で18ということで、7バイト後にアルゴリズムが存在することが分かるので、サーチアルゴリズムという複合語が存在するということがここから分かります。で次に、N グラム作品を用いた方法で、作品検索する場合を紹介いたします。例として、クエリを鶏とした時を紹介いたします。テンチャイからまず、ニヤニヤニヤニワトリがいるという、文書から電池ファイルを作って、それからニとワとトとリをそれぞれ取ってきたものがこれになります。でここから、まず位置情報の少ない順に、並べ直します。すると、トとリは、まあ、同じ数で ワがそれについて3つ、ニが4つになっているので、とりあえず、ここでは、トリは2の順に、まあ、並べ直します。で次に、先頭から順に、検索単語の位置情報と天地ファイルの位置情報の照合を行います。ここで、まずトについては、位置情報として16なので、まあ、16、そして次に、リについては、クエリから、距離を調べると、とリなので1文字の差がある、出現位置に差があるので、プラス2ということで16にプラス2して18があるよ、あるかどうかを探すので、18、リはまあ18しかないので18ということで、まあ、適合照合を行い、まあ、適合しているということで、つながっているとみなします。次に、リから2については、ニワトリなので、リと2には、4つ分の差が存在します。で4バイト差が存在します。そしてなので、18からマイナス4をして、14が、あるかどうかを 2の位置情報から探すのですが、まず 2だと、まあ、4足しても6なので、いや2だと、14ではないので、ダメで、10でもダメで、最後に14を見ると、まあ、適合しているということで、2がつながっているということが分かります。さらに、次に和がつながっているかどうか確認するために、作品後の位置情報を確認すると、2と和についてはマイナス2なので、14からマイナス4にして12バイト目に、まあ、あるかどうか確認するということで、和の出現位置情報をから順に照合していくと0、4、8は、合わないので、まあ、ダメで、12に行った時に、まあ、適合するということで、12バイト目からニワトリがあること、ニワトリという、単語列、文字列があることが分かります。で、N がさっきは、ユニグラム作品でやったので、N イコール1の時でしたが、N イコール2以上の時、N が2以上の時にも同じように検索ができます。例えば N イコール2にした時に、まあ、これをバイグラム作品で言うんですが、同じようにクエリをニワトリとした時には、ニワトリで、分けることができて、まあ、ニワにはニワトリがいるっていうのを、バイグラムで作品作った時には、このようになって、
まあ鳥、先ほどのルールのようにいくと鳥と庭なんで、出現位置が1つと3つなので、まず鳥と庭には並び替えて、それで照合を行うと、0、8はダメで、庭と鳥はマイナス、4バイトの差があるので、鳥からマイナス4にした12があるっていうことは分かるので、鶏があるということがこちらでも分かります。こちらの場合、照合が、16から0、8、12と3回の照合で終わるので、まあ、照合回数が少なくなって、ユニグラムでは、先ほど1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回となっているので、まあ、照合回数が明らかに少なくなっていることが分かります。で、N が大きくなると照合回数が減るなら、まあ、N 増やした方がいいんじゃないのかということになりますけれども、それは違って N が大きいと、位置情報と照合回数は減少しますけど、パターン数が増加することになります。例えば、ユニグラム作品であると 2は鳥なのでなと1文字になっているので、最高でもひらがなで言うと、50の作品になりますけども、こちらのバイグラムだと、ニワトリというような、2つのひらがなだと2つの組み合わせということで、さらに50よりも多くなることが分かります。ということで、作品語が明らかに増えるということが分かります。で、逆に N が小さいとそれ、まあ、パターン数は減少しますけども、先ほどの位置情報と照合回数は増加いたします。で、何が一番用いられるかというと N イコール2や3のユニグラム作品やトライグラム作品がよく用いられているそうです。で、今までは統一し N を統一して、まあ、作品を作ってきましたけども N を統一せずに文字の種類ごとに変化させる方法もあります。これを、複合型 N グラム作品といいますが、漢字列とひらがな列についてはバイグラム作品、カタカナ列についてはトライグラム作品や、まとめて一つの作品とするというように、作品を作るという手法です。例として文書が、情報検索アルゴリズムの時に、添付ファイルを作るとすると、情報と方検、検索策で、漢字はバイグラムとしてアルゴリズムはカタカナなので、まとめて一つの作品ということでアルゴリズムといって、まあ、このような添付ファイルができることになります。今回の発表内容としては、添付ファイル法、そして、その添付ファイルの構成法、そしてその添付ファイルを利用した、まあ、検索方法を紹介いたしました。これで発表を終わります。